刑事さんの紹介をさせていただきます。小林さんは1939年生まれ、京都大学原子炉実験所助手、同講師を得て2003年定年退職されました。専門は原子核工学であられます。伊方原発高速増殖原型炉文書の反対運動や訴訟に携わってこられました。著書には高速増殖炉文書、巨大核技術の夢と現実など多数ございます。それでは小林さん、よろしくお願いいたします。今紹介していただきました小林です。ほぼ40年京都大学原子炉実験所というところに勤めておりまして、そこで、発電炉ではないですが、研究用の原子炉の、研究だけではなくて維持運転管理、補修、それから許認可業務という、一通り、経験して、おります。で、10年近く前に定年退職して、今は年金生活者ですが、今日はこの前に講演者としてお招きいただきまして、どうもありがとうございました。で、今日の、講演会の聴衆の方は、宗教関係の方が多いと、聞いております。で、宗教関係ですと当然のことながら命の問題、そして、原発ですと危険性の問題、それによる命の問題というのが大きなテーマになると思いますし、かつそういう危険のあるところ必ず差別ありというのが、この世の状況ですから、差別の問題とも、深い関心を寄せておられる皆さんだと思います。で、そういうより突っ込んだ話は、この私の後永田さんの方からあると思いますので、私の方からはですね、今日のお話の力点といいますか、それは原子力と原発、あるいは原子力全般でもいいんですが、これが、人類と共存できないものであると。で、そういうことをですね、原発自身が自分で語っているという、そういう点を、ですから技術とか科学の面で、分かるように、お話をさせていただこうというふうに思います。で、こういうお話をさせていただくときに、いつもどういう切り出しで、あるいは、どういう組み立てで話すといいかなというふうにちょっと、悩むんですが、おそらく今日も初めてこういう話を、聞かれる方も多いと思いますので、やはりどうしても、基本的なところからというのは必要不可欠になるかと思いますので、やはりそこから最初に、その後の話にとって大事なことをまず、お話しして、その基礎の上に立って今回の事故の、問題を考えてみたいというふうに思います。で、したがってこのお配りしました資料、そのままの順番ではちょっとスタートいたしませんが、強いて言いますと、最初のお話はですね、終わりの方のから出発するということになります。だいたいページ数で言いますと、7ページのところに、事故を理解するための基礎知識という、参考という書いてあるところがありますが、そこの中でですね、これからの話にとって大事なところを抜き出してお話しさせていただこうと思います。で、原発がなぜ危険かというのは、ひとえにですね、この地上にはなかった、人工のですね、放射性物質という、別の言葉で言うと死の灰、これを、生み出すということに尽きるわけです。で、この死の灰もしくは人工の放射性物質ということですが、これはどうして生まれるかと言いますと、
私たちが一番身近なところでは、身近って言ったらお変ですか、おかしいかもしれませんけど、日本に住んでいる人で一番すぐピンとくるのは広島長崎の原爆であるわけですね。でこれはもちろん爆弾の、爆発の威力、熱風あるいは、直接の放射線という被害、あるいは、爆風という、まあ、そういう、被害で、力で亡くなった方がおられるわけですが、かなりの方が、直接の放射線以外にもその後の降り注いだ死の範囲によって、そこから放射される放射線によって被爆して亡くなるという方がたくさんおられたわけです。で、原発はまさにそういった死の灰を日々運転とともに生産していくという、生産していくといいますか、残していく、そういうものであるわけですね。で、原発の中では、まあ、非常に基礎的な話になりますけれども、こういう形で死の灰が生まれるわけです。これは炉の中で起こっているエネルギーを出す反応ですけども、一口に言いますと核分裂反応というのはその根源にあるわけですね。これは燃料をウラン235と呼ばれる、まあ、燃えるウランですが、それを核分裂させまして、そうしますとエネルギーが出る。それでお湯を沸かして電気を、その水蒸気でもってタービンを回して電気を作るという、まあ、原理が原発の原理ですけれども、この時に核分裂いたしますから、ウランはもう壊れちゃって他の物質がに変わるわけですね。でこの他の物質に変わったこのもの、これが、放射能を持つ物質でして、通常は核分裂生成物と申しますが、分かりやすく言えば死の範囲なわけですね。で強い放射能を持ってこれが残っていくわけです。でこの核分裂連鎖反応、核分裂が起こるごとにこの死の灰が残っていって蓄積していくと、それが原発の危険性のそもそもの大元になります。でこれが、原発1基がですね、1年に約3キログラムずつ毎日この死の灰を残していくというか作っていく。でこれはいろんなものが、いろんな種類の死の灰ができるわけですが、それぞれに、減るのにですね、時間がかかります。異なる時間を持ってまして、減るのに時間がかかります。従いまして、運転を続けていけば、どんどん積み重なって増えていくわけですね。でそれが、原発1基でですね、1年に3キログラムの量の死の灰を残していくという感じになります。従いまして1年365日運転し続けますと、それの約365倍ということでもって、大体1年に1トンずつ死の灰を作っていくわけですね。で広島原爆のでも死の灰がばらまかれましたですけども、この1年に1トン1つの原発が作っていく死の灰と、この量的に比べますと広島原爆がばらまいた死の灰の大体1年で1基が800倍作っていくわけですね。でその800倍が、原発が何基もありますと、その何基分かの倍数ずつどんどん、増えていって溜まっていくというのが、この、根源になっていくわけです。で、こうした核分裂の反応を使って起こす原発なんですが、基本的にはこれは、外へ出さなければええやろという、まあ、ことでもってですね、外に出さないような仕組みで、電気だけを取り出したい、それを使いたいという考え方で設計されたのが原発というものだったわけです。でこれは今回事故を起こした同じタイプの、原発でして、沸騰水型と呼ばれております。で
実は関西電力の原発は沸騰水型ではなくて加圧水型なんですが、とりあえず今回事故を起こした原発の仕組みをちょっとだけ申しますと、全体の仕組みを描いたのはこの上の方の図ですね。皆さんの資料にも図1としてあります。でこの赤く塗った部分ですが、ここが燃料のある部分です。でこの燃料のある部分を大きな原子炉圧力容器という厚さが約16センチほどある鋼鉄製のですね、入れ物の中に収めております。でこの中で約70気圧で、運転中は約70気圧で、温度としては水の温度としては冷却水の温度としては約280度あるいはそれ以上の高温でもって、核分裂ね、酸素の熱でもって高温にして運転しておるわけですが、その蒸気をですね、この主蒸気管というところを通って外へ引きずり出しまして、でタービンを回します。で電気を起こします。そしてその蒸気を海水で冷やして、腹水器というところで海水冷やしてまた戻していくわけです、ね、でこうして中のエネルギーを取り出して電気に変えると同時に、中の燃料が温度が高くなりすぎないように冷やしているわけですね。で冷やすということはどういうことかというと、必ずここからで発生した熱をですね、どっか熱に、この熱をどっかに捨てなくちゃいけない。で日本の原発はの場合はこの熱をどこに捨てるかというと、腹水器で冷やす、この海水、海の水で冷やす、つまり熱は海に捨てるわけです。これが日本の原発の特徴です。例えばアメリカやヨーロッパなんかには内陸に作られている原発がありますが、このそういう原発ではこの熱は捨て場は海ではなくて、空気中、大気中に捨てるわけですね。ですから巨大な冷却塔というのがありまして、これは、この原子炉本体とか格納容器なんかよりはるかに大きな巨大な建造物が作られるというのが、内陸部に作られる原発ですが、日本の場合は全て海岸べりに立地してますので、熱の捨て場としては、海に捨てるという流れになっています。ですから海に捨てることができなくなる状態になったら、熱はどこにも捨てられないから中に熱がこもってどんどん温度が上がるわけですね。でそれが今回の事故につながったわけですね。わけで、今もってまだ海に捨てられない状況があって、事故が長引いております。ですから、熱を捨てる、海に捨てる流れというのができるかどうかというのが、こういうかの事故の収束に向かう大きなポイントで、そこで、それができなくて、大変な思いをしているというのが現状です。でこの、皆さんの資料はこの絵がこの横に並んで出てるわけですけども、横の方に並んで同じ図があるわけですが、これはこの原子炉容器というのをさらに外側を囲んでる入れ物があります。これを格納容器と言ってます。で下に足があって丸い2つの団子がついているようですが、実際これは外観はこんな格好をしてます。こんな格好をしてですね、でここの丸い缶というのは断面でして、断面を切ったら丸くなっているだけであって、実際はこのドーナツのようなぐるっとリングになっているわけですね。でこの格納容器というのがなぜあるかといいますと、これは、今申しましたように、中には放射能がたくさんあります。でもこれを外に出さなければええやろという発想で、作られたのが、この格納容器なんですね。つまり放射能を中に閉じ込む、外へ出さない、そういう道具立てとして巨大な格納容器を作りました。で、日本に限らないんですが、原発の設計の基本というのはこの格納容器はいわば放射能を閉じ込める最後の砦なんですね。これが最後の砦なので、ここにこの格納容器が健全であれば放射能は外へ出ていかない、だから、安全だという考え方で来てたわけです。ですからこの格納容器が
破れたら、あるいは格納機から中の、蒸気がですね、気体がですね、外へ出たら、これは、放射能の放出につながっていくわけです。まあ本当はそれだけじゃなくて、後でちょっと説明しますけど、それと一緒に水素が出てきます。でそれが、大きな問題になるわけですね。ですが今の原発の仕組みというのは、格納液は絶対に壊れない、でここで全て閉じ込めるから安全だという、そういう考え方で作られております。でそれが今回は破綻したということは後で説明しますが、このそういう意味で格納液がある。でこれなぜ下に小さなこの足、つまりこのリングがあるかというと、このリングというのは、要するに水のプールになっているわけですね。で、原子炉圧力容器というのは、これ圧力容器という名前が示すように非常に運転中は、この高温高圧になりまして、直接この圧力容器の中で水が沸騰するわけですね。上の方で沸騰するわけです。で沸騰した水蒸気になったものを、先ほど言いました蒸気管でタービンに導いて発電を起こしてやってるわけですが、この沸騰が事故なんかで、例えば燃料の温度が上がりすぎてですね、沸騰が盛んになりすぎて水蒸気がたくさん出すぎて原子圧力容器の圧力が高くなりすぎますと、ほっといたら圧力容器が壊れてしまいまして大きな事故に発展しますから、それを避けるためにですね、ここに、水蒸気がある圧力をより高くなると自動的に格納容器の中へですね逃がすような仕組みがあります。でこれが細い線がで書いてあるわけですが、それがこの足の部分のところに、放出されまして、そうするとプールになってますから冷たい水がるわけで、この冷たい水に水蒸気が触れますっていうと、水蒸気が冷やされて、水に戻ります。そうすると水蒸気の時に比べたら圧力がだいたい1600分の1ぐらいになりますから、急に体積が減ります。そのことによって、圧力がなくなりまして、原子炉の圧力容器の破損が免れるという、そういう、まあ、一種の安全対策としてこの圧力抑制プールというのがこう備えられております。でただしこれは水に冷やす能力があっての話で、この水の温度がですね100度を超えてしまいますと、もはや水蒸気をこちらへ噴出させてもですね、冷えませんから、この、水蒸気を水に変える働きをしなくなるわけですね。そうするとどうなるかというと、今度はこの圧力容器の外側の格納容器ですね、最後に取り出ているやつ、これが高圧になってきまして、ほっとくとこの格納容器が破裂しちゃいまして、あちこちから大量の放射性物質が出てしまう、大変なことになりますから、それを避けなければいけない。ところが先ほど言いましたように設計の基本的な考え方は、そのこの圧力容器、格納容器っていうのは、放射能を閉じ込める最後の取り出なので、絶対に壊れないというのが前提なんですよね。壊れるはずがないという前提になっている。だからそういう時はどうするかという話になったわけで、そういうことは、日本では、想定は不適当だという言いからで、我々はそれの危険性を指摘しても推進サイドは言うことを聞かなかった、長いこと言うこといかなかった。ところが1979年にアメリカのスリーマイル島原発事故が起こりました。その時に、これはスリーマイル島原発事故は実は沸騰性型じゃなくて関西電力と同じ加圧型なんですが、この格納容器がひょっとしたら高圧になって、中が高圧になって破裂するかもしれない危険性が出てきたんですね。でそれはもうかろうじて、事故の時は逃れられたわけですが、そういう危険性を目の当たりに見てですね、アメリカはですね、格納容器といえども最後の砦にはなりえないかもしれない、それを超えるような事故も水前島事故を見たら起こりうるという考え方に立って、いざという時のために格納容器にこの空気抜きですね、まあ、空気といっても正確に言うと水蒸気なんですが、水蒸気抜きをつけとかんと、破裂しちゃう危険性があるというんで、
これをシビアアクシデント対策、シビアっていうのは厳しいという意味ですけども、過酷な事故の対策として、必ずそのエア抜きをつけなさいということを義務付けるようになったんです。つまりその時点からもう格納容器は、最後の砦ではなくなったわけですね。でその過酷な事故の時はその被害を免れるために中のエアを外へ出してもいいんだと。その時にもちろん先ほど言いましたように放射性物質、気体上の放射性物質が一緒にバーッと出るわけだし、それから水素も出るわけです、そういうことを覚悟で出さないといけない事態もあるという考え方ですね。それで義務付けました。ですぐ習ってヨーロッパの原発もみんなそれをつけるようになったんですね。では日本はどうだったかというと、その時日本はどうだったかと言いますと、日本は技術は優秀で運転員が優秀だからそういうことはありえないと言ったんですね。びっくりしますが、それで当初はですね、この格納容器のエア抜きをですね、つけるのをずっとやめてたわけです。でところが世界の趨勢というのはみんなつけるようになってて、まあそこでだいぶ後になってからですが、1992年ですから、これは義務じゃなくて燃料会社の自主的な判断によって、つけるという話になったわけです。まあ自主的な判断といっても最終的にはどの原発もつけたようですけども、要するにいずれにしても日本では起こらないのにこんなものという感じでしぶしぶつけたわけですね。ところがまあ後からちょっと話しますけども、そのしぶしぶつけたそのシビアアクシデント対策なるものがですね、いわば今回の事故、まあ非常に深刻な事故です。それでももっと深刻な事態に発展するのを防いだ、まあ唯一の命綱になりました。ちょっと仕組みの話が長くなっちゃって申し訳ないんです。これがだから今回事故を起こした沸騰水型の原発ですね。それから事故に関係することとして構造上ちょっと言ってこなくちゃ後の説明が難しくなる話として、ちょっと炉の中の構造をもうちょっと詳しく説明します。今言いました原子炉圧力容器のとその中の部分ですね、これが原子炉圧力容器です。でここに橙色の線が細い線がいくつかありますが、これは中に入っている燃料集合体というものです。で一番燃料の小さい単位から言いますと、燃料の最小単位は燃料ペレットと言いまして、高さが1センチぐらい、直径が1センチぐらいのこういう丸っこい格好したペレットと称するものです。でこれはですね、ウランの燃料を焼き固めてセメントのように焼き固めた、大変溶けにくい物質です。でこれをですね、一本の燃料棒の中に何百個とこう詰めて入れるわけですね。これがこうして詰められたものが一本の燃料棒になります。で燃料棒を束ねてですね、燃料集合体という形にしまして、これを炉の中に入れます。だから炉の中に入れたり出したりするのは全てこの燃料集合体という形で出し入れするわけです。ここで、今回の事故にとって大重要な話として申し上げたいのは、燃料っていうのは、一般的に言えば、溶けにくいほど安全なわけですね。でその安全のある意味で安全の究極を目指した非常に溶けにくい燃料として、この酸化物、ウランを酸化物にして焼き固めたという瀬戸物のように焼き固めたという形をまあ採用しているわけです。でどのぐらい溶けにくか、にくいかといいますと、この燃料ペレットが溶けるには2800度というとてつもない高温でないと溶けないわけですね。それはまあいわば一方では安全を追求した結果なんですが、ですがです、今回の事故に関係する話として、もしじゃあ逆にですね、この燃料ペレットが溶けたらどうなるかというと、今度は一転して一番安全な形であったはずの燃料がですね、一転して今度は魔物に変質するわけです。どういう魔物かと言いますと、溶けるときには2800度で溶けるわけですが、ですからこの、炉の中にある他のものでこの2800度のような温度に耐えられるものなんて何もないわけですね。だいたいステンレスとか
鋼鉄とか、まあ、鉄関係の製品が中の構造物としてあるわけですけども、で原子炉圧力浴自身が、鋼鉄製のものです。でこういったものは、溶ける温度が1500度ぐらいです。でそこへ燃料が溶けた2800度が、溶けて垂れて流れていきますと、こんな鉄なんてひとたまりもないわけですね。でその、高熱にさらされて、鉄が溶けていく。そうして燃料がダラダラと下へ垂れ落ちて、あるいは崩れ落ちて、炉の圧力容器の底の方へ溜まっていく。でそして、そこでも余裕状態になっていればですが、この原子炉圧力容器そのものを、溶かして、あるいはこの溶接部を下から制御部がこう突っ込まれてますから、その駆動装置の溶接部を溶かして穴を開けちゃう。そうするとこの中の水がバーッと、なくなっていきますね。で昨日一昨日あたりの新聞によりますと、1号機福島の1号機の、中はこの底が抜けてて、水を何本入れてももう、燃料のところまで届かないという状況になっているということがありましたけど、あの状況はまあこの炉の中をよく知っていれば、私自身もそうですが、かなり前から想像そうなっているだろうというふうに想定しておりました。そういう大変な事態になります。だからこの安全を追求して溶けにくい燃料にしたがゆえに、逆にこれが溶けたら一点最大の魔物になって他のものをみんな溶かし続けて大変な事故に拡大するぞという、そういう一つの、要素に相反する、問題が、あるわけですね。で、これが今回事故を起こした原発のちょっと説明なんですけども、ついでにちょっと一口だけ、関西電力の仕組みについて、申しますと、関西電力の場合は、沸騰し型と違って中で沸騰した水蒸気がそのままタービンを回すという仕組みにはなっておりません。まずこの中の水が沸騰しないように、沸騰し型よりもはるかに高圧で加圧します。どのぐらい高圧かというと150気圧ぐらいの高圧に加圧するわけですね。そうしますと水は320度ぐらいになっても液体の状態のままですから、その状態の高温の水をですね、蒸気発生器というところを流します。でこの蒸気発生器というのは細いパイプが、逆 U 字型の格好した細い長いパイプが何千ボルトこう一つの蒸気発生器に束ねて入れられていまして、その内側を流れていくわけですね。で外側を、二次冷却水、この紫色のやつですが、これが注入されていきます。そうすると内側の320度の高温の水でですね、外側の二次冷却水が加熱されまして、ここで蒸気になるわけですね。二次冷却水が蒸気になります。でこの二次冷却水が蒸気になってタービンを回して電気を起こして、そしてまた沸騰し型と同じように海の水で冷やされて水、液体の水になって戻っていくというのが、このような仕組みになっています。従いまして放射能を持つというのは、炉の中を水が流れ通っていくから放射能を持つようになるわけでして、もし蒸気発生器の電熱管にですね、穴さえ開いてなければ、二次冷却水の方は放射能のない水が流れるという意味で、放射性物質の日常的な放出という意味では、この関西電力タイプ加圧水型といいますが、こちらの方が、より、放射能の放出が少ないと、日常的には少ないという、流れになってますけども、実際に鶴見丸島原発で起こった事故はこのタイプで起こっているわけですね。だから決して関西電力が、安泰だというわけでは、の原発が安泰だというわけではございません。